こんばんは、マサトです。ダイエットという仕事時間となりました。お祈りいたします。当てられた有の方を感謝します。用意された妻に感謝して、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、お茶をいただきますね。遅く、もう8時、15分過ぎましたですね。8時15分。はい、お腹が空いて、はい、今が、ちょうど湿度は 55% ですね。50%、50%、28度、29度ぐらいですね。ちょっと風呂上がりで汗かいて、今日は、冷麺です。暑いです。35度だったですかね。31度、そうですね。夕方目、あと今日は納豆ですね。ダイエット、じゃあかき混ぜます。納豆じゃなくて冷麺ですね。冷麺美味しい。花の記念日ですけど、まあ暑いですね。仕事もまずはじゃあいただきます。明日も早いですね。ちょっと夏休みは早いですね。8時15分。定時は7時ですね。7時。今日は6時半やったかな。学校の時は10時の7時ですけど、はい。5時過ぎですね。5時前に目覚めましたけど、ベッドから起きたのは5時過ぎで、もう今日はプラのゴミ出しを完全に忘れてましたですね。せっかくなんかゴミ出しとはそのまま夜のうちに玄関に出てくるんですよ。もう邪魔になるように、そしたら忘れませんね。わざと玄関に出しといて寝るときに邪魔ですよね。ああってことで、玄関出してないので、完全に忘れたいですね。キッチンに置いてあるんですけど、パラは1週間に1回ですね。次は2袋ですね。
まあ軽いですから、まあなんとか。ちょっと重たいと大変、ちょっと大変ですけど。今日株価が2000円以上リーマンショック以来ですかね。なんかそんなことが。また絶好のことですね。はい、今日も、絶好の株の株価を買う絶好のチャンスってから、ジョネさんは全資産の100分の1ですね。全資産じゃなくて、全資産が100万なら1万円、100億円持ってたら1億円ということで、完全にあれですね、ハイリスクハイリターンですね。納豆ですね。あ、もう目が一日休んで、来週は日曜日と水曜日ですね。それでも順次に、寝るして5時過ぎか、納豆で目が潰れてますね。うん、よいしょ。
当たり前寝るわけじゃないですけど、こんな状態に近いですね。まあ、昨日も15分昨日より少しは早いですけど、はい、完食です。朝無理だったら休んだら？と、止まらない。じゃなくても。これの必要ですよ。完食です。はい。はい。そうですね。声がかかりましたけど、またお腹いっぱいで今休憩。もうこんな無言の話としてホークスが60勝したですね。60勝でマジック消えたんかな。はい、なんかラジオでなんかあれですね、なんか柔道のなんか安倍選手ですかね、頑張ってから、この私も見てないんですけど、いろいろ賛否両論があって、この泣き崩れたっていうのを、まあ、一生懸命頑張ってるから表彰にはならなかったんですけど、その辺はちょっと分からないですけど、いろいろ
験が SNS とでからということを、私もほとんどテレビオリンピック見てませんので、もう時たまラジオでお仕事でラジオでまたあのテレビで、ね、見ますけど、そんな感じですね。はい、浦島太郎じゃないんですけど、はい、やっとお茶を飲みました。はい、マサトでした。マサトのこの、マサトのこのこんばんは、ダイエットでした。こんばんは、ダイエット飲食でした。マサトこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いいたします。また精神もったいというお友達も募集してますので、よろしくお願いいたします。次回もこんばんは、ダイエット夕食でお会いいたしましょう。マサトでした。仕上げです。パッションプレゼント、シャロン、シャロン、シャロン。